こんにちは、粟田洋介です。私は AI アートに興味はありませんが、なんかもっと興味を持った方がいいような気がするんですけどね。 AI はツールなのか、それともクリエイターアーティストなのか、 AI がアーティストの仕事を奪ってしまうのかなど、いろいろな問題があるようです。はじめに私は AI を発明したり研究したりしている方々を尊敬と尊重した上で、私たち人間が絵を描く意味って何だろうというようなお話をしていきたいと思います。私は AI アートについて知識不足なので、 AI アートの説明とか解説はできないんですが、ちょっとウィキペディアを読んでみました。で、皆さんご存知だと思いますが、 AI アートっていうのは、まあ、あるアーティストの作品を分析して、その人の特徴とか癖ですね、そして出てくるアイディアとか発想もその作品の中からパターンを学んで、それで描くっていう感じなんだそうです。まあ絵を描くって部分だけですけど、そのアーティストのなんか考え方のコピー、そのまま真似ですね。なのでコンピューターが想像してるわけじゃなくて、パターンを真似してるんです。私たちアーティストはいろんなアーティストの作品を見て影響を受けたりして、それを模索したりとか取り入れて自分の中で消化して自分のオリジナルの形で表現する、それが自分の作風っていうものなんですが、今の AI のパターンだと、なんかそれは模索したまんまっていう感じなので、モデルとなったアーティストの著作権なんていうのもあるみたいです。そういう感じで AI に真似されちゃうと、著作権の侵害ということになって叱るべきことだと思います。まあそれは置いといて、人が持っていて AI が持っていないものもあるようです。それは個性とか感情とか感覚とか、 AI が持っていないものはその人間らしさというものです。まあ現在の人工知能が持っていないということで、将来的にはどうなるか分かりませんけどね。1800年代に写真機が発明されてから、アーティストの考えっていうのが変わってきました。写真機の発明後、印象派というものが生まれました。まあ写実主義とかっていうのがあって、見たものを見た通りに写真みたいに描くわけですが、印象派っていうのは、例えば見た風景のすごく美しい印象だけを表現するみたいな、光の美しさとかそういうのですね。まあその頃カラー写真とかなかったと思うんですけど、絵でしか表せない美しさみたいのを表現しています。で、まあその写真機の発明の後、近代アート、現代アートとアートの形はどんどん変わっていきました。そして今 AI アートっていうのは、写真みたいに本物そっくりっていうんじゃなくて、なんかパステル風に描くとか印象派風に描くっていうのはもちろんのこと、もっとなんかシュールな現代アートっぽい表現もできるようになりました。もうびっくりしちゃいますよね。で、これ私の憶測なんですけど、1800年代に写真機ができた頃のように、これからは私たちアーティストが AI アートの発展により、アートっていうものの考え方が変わってくるんじゃないかなと思っています。初めての写真撮影が行われてからもう200年近く経つようです。にもかかわらず、未だに俗に言う上手な絵っていうのの基準は何でしょう。それは写真のように本物そっくりに描かれているかどうかということです。しかもそれは人類の大半な人たちの基準です。まあ現代アートが好きな人たちの中には、本物そっくりに描かれている絵を見て、こんな絵を描くんだったら写真を撮ればいいことじゃないかと考える方もたくさんいらっしゃいます。しかし多くの方は、そうじゃなくて、これは写真じゃなくて人が描いたものなんだ、だからすごいんだという価値観があります。初めての写真撮影が行われてから200年経った今でも、人が描いた、だからすごいという考えが一般的にあるということです。そしてたくさんのプリントした商品とか、機械で作ったものとか、そういうものがたくさんある中で、手作りのもの、手書きのものが存在します。そして手作り、手書きの魅力というものがあります。私は写実的要素を数十年前に自分の作風から取り除いてしまいましたが、未だに写真みたいに本物そっくりな絵だけがアートだと思っている人がたくさんいるこの21世紀に、 AI が現代的なアートが描けるということによって、現代アートの魅力が一般の人たちにも広がっていってくれたらいいなぁと思っています。
いかに AI がすごいって言っても AI っていうのは道具ですよね。なのでそれを使う人間がいるということです。 AI に勝とうとか AI に負けたくないとかそういうことを考えるよりも自分が AI を使う人間になればいいんだと思います。もうかなり昔から力の強い機械みたいのがあって、人間だって鍛えれば力持ちになれるんだけど、機械の方がよっぽど力持ちです。なので機械に任してますよね。そして頭の良さだって人工知能の IQ っていうのも人間の天才の数十倍もあるそうなので、機械っていうのは便利に使えばいいんじゃないかなと思います。そして今のところは感情とか想像力っていうのが AI にはないそうなんですが、これから先どうなるか分かりませんよね。でも機械は機械です。どういう風に使うかは私たち人間次第だと思います。だから AI が恐ろしいっていうよりも AI を使う人間の方がよっぽど恐ろしいと思います。便利で人が楽になるはずのものが今この時代たくさん溢れています。しかし科学が発展するとともに私たちはますます忙しくなりました。全く嫌になっちゃいますよね。単純作業をする機械ができたりとか、めんどくさい計算をしてくれる計算機ができたりとか、もっと便利で楽になってもいいはずなんだけど、そういうものが発明されるたんびに私たちは忙しくなってしまうんですよね。そこら辺どうにかしてほしいなと思います。機械っていうのは人間が楽しみに使う時間を増やすためにあってもいいんじゃないかなと私は思うんですけど、私一人がそんなことを言ったって変えられるのは私自身が楽しく幸せな時間をたくさん作ろうと努力することぐらいなんじゃないかなと思います。そろそろ人間も楽しちゃいましょうよ。AI と違って私たちは人間です。楽しむことだって喜ぶことだって幸せを感じることだってできます。 AI が私たちの仕事を奪ってしまう時代も来ると言われています。例えば私はアーティストです。個性的な絵を描いているつもりです。私と同じ絵を描く人はいないかもしれませんが、私の他に個性的な絵を描く人はたくさんいるのは知っています。絵を描く人の代わりはいくらでもいます。それは人かもしれないし AI かもしれません。しかし人間である私の代わりはどこにもいないと思っています。人間であるあなたの代わりはどこにもいないんです。今日この話をしていて気づいたことなんですが、それが私の思う芸術とは何かということです。人間の心なんて科学的に見ると物と同じみたいだなと思います。例えば人間の感情なんて脳内物質が出てくることによっていろいろなことを感じたり気分が変わったりとか、そういうことなようです。よくわかんないけどセロトニンとかオキシトシンとかドーパミンとかアドレナリンとかそういうやつですね。私は感情っていうのは素晴らしいものだと思ってるんですけど、そういう風に見てるとなんか人間なんて物みたいだなと思えてきてしまいます。ですがそういう科学って面白いし、人が生きていく上でいろいろ役に立つことなんじゃないかなと思います。で、人は物だって言ったんですが、実際に感じていることは確かです。一人の人間がいて何かを感じる、そして時にはそれはものすごい強い感情かもしれません。感動や喜びのようなポジティブな気持ちかもしれないし、逆にネガティブな苦しい気持ちかもしれません。その他たくさんの複雑な気持ちっていうのが私たちにはあります。たとえそれが脳内物質のせいだったとしても感じているのは事実です。時には美しく、時には醜く、この何とも言えないような気持ち、そういった気持ちを科学とかそういうのとは別の視点で表現する、私にとっての芸術っていうのはそういうことなんだと思います。あなたという人が物としてでなく人として何かを感じ生きているということ、それが私が思うアートというものです。私が学生の時はコンピューターデジタルで絵を描くっていうのが結構新しいことだったんですが、その頃多くの人はコンピューターが勝手に絵を描いてくれると思っていたようです。でも実際はコンピューターで絵を描くっていうのはかなりの技術が必要となります。
ちょっとわかりませんが、AI に絵を描いてもらうのも、もしかするとかなりの技術が必要なのかもしれません。それでも、ついにコンピューターが勝手に絵を描いてくれる時代がやってきました。現在の時点では、AI には創造性とか感情っていうものがないらしいんですが、もしも AI が人と同じように創造性もある、感情もある、素晴らしい絵を描くようになったとしても、私は人が絵を描くという意味は大いにあると思います。その一つの理由は、絵を描くということは楽しいことだからです。AI を使って描けるからって、この楽しい絵を描くということをやめる必要はないと思います。そして人には個性というものがあります。AI も含め、アーティストは十人十色。一人一人の個性は全部違うんです。なので、AI がたくさん絵を描いても、人もたくさん絵を描いていいんだと思います。そして最後に、これは私が一番重要だと思うことなんですが、絵を描いているのが人だということです。さっきも言いましたが、人が到底叶わないようなパワフルな機械がたくさんあります。そして人工知能の IQ は人間の天才の何十倍も IQ が高いそうです。確か将棋とかチェスも AI の方が強いっていうのも聞いたことがあります。勝っちゃう人もいるのかな？それはちょっとわかんないんですが、重要なのは人間の力持ちのコンテストってあるじゃないですか。パワーリフティングとか、ストロンゲストマンコンテストとかそういうやつですね。機械にかなわない人間がなんであんなに鍛えてそんなことをするんでしょう。そしてそれを見て感動する人がたくさんいるのはなぜでしょう。それは人間がやってるからです。将棋とかチェスを見るのも同じだと思います。そして絵を描くことも同じで、素晴らしい作品を描くというそれ以前に、そのアーティストが人間だということです。人間には人生があります。素晴らしい作品がある、それだけじゃなくて、それを描いたのはどんな人なんだろう。どんな経験をして、どんな人生を送り、どんなことを感じ、どんなことを考え、この作品を描いたんだろう。この作品が出来上がったストーリーはあるのだろうか。人はそういうことも気になるようです。まあ作品が良ければそんなことはどうでもいいっていう方もいらっしゃると思います。それでもです、そういう人が描いたその人の生き方、その人の考え方、それが人が絵を描くということが重大だと私が思う理由です。今日描いてた絵がこんな感じで完成しました。今日は水彩色鉛筆と水彩絵の具で描いてみました。ちょっとうちの猫が病気になっちゃって3日ぐらい食事もしてなくて、でも昨日急に元気になったんですよ。なのでちょっとうちの猫が寝ているところを描いてみました。さっき仕事をする人の代わりはいるけどその人の代わりはいないっていう話をしたんですが、猫たちもその通りで、うちの2匹の猫たちも何者に変えることもできません。私にとってアートっていうのはそういうことって言ったんですけど、それ以外にもなんかアーティスティックだなってなんか感じるようなこと、そういうことを私はアートだと思っています。人によって考え方はいろいろあると思うんですが、私はアートって感じるもの、言葉で説明できる事柄ってたくさんあると思うんですけど、そうじゃなくて言葉にはできないんだけどなんか感じてこうなんだけどってことあるじゃないですか。芸術っていうのもなんか感じるんだけど言葉で説明できないみたいな芸術的な感覚みたいのがあるなと思っています。アートとは何か、芸術とは何かってことなんですけど、もうほんと人それぞれいろんな答えがあるんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、また動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。